保安基準の緩和とは、道路運送車両法によって規定されている保安基準を緩和することを指す。車両の登録時に対する緩和と車両の運行時に対する緩和の2種類が存在する。日本における自動車は、車両制限令及び道路運送車両法の保安基準によって、主によりも車両の寸法や数値が大きくなってはならないと規定している。また、 主だった事項としてと規定されている。これらの基準のいずれか、または複数の項目を緩和することを保安基準の緩和、または基準緩和という。道路法47条は、道路を走る車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定めるとしている。道路運送車両法40条は、自動車は、その構造が、 次に掲げる事項について国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ運行のように供してはならないとしている道路運送車両の保安基準第55条の3において第1項の認定を受けようとする者は次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない とされている。これは、1氏名または名称及び、住所、2社名及び、形式、3種別及び用途、4社体の形状、5社台番号、6使用の本拠の位置、7構造または使用の対応の特殊性、8認定により適用を除外する、規定、9認定を必要とする理由、などを記述した書類の提出を求めたものである。また、55条の4において、 全校の申請書には、同校第8号に掲げる規定を適用しない、場合においても、保安上及び公害防止上支障がないことを称する、書面を添付しなければならない。と定められており、走行ルートや走行計画を記した書類の添付を求めることが、謳われている。主だったものとして、などはそれぞれ保安基準から逸脱する範囲において、申請による緩和が必要となる。 特殊車両の例。ネオプラムエガライナー JR バス関東 D750 から00501基準緩和申請書等の書類による審査によって車両の登録及び車検を受けることができる。このような審査を受け合格した車両を保安基準緩和車両という。保安基準緩和車両は、後面の見えやすい位置に上の一辺が 15cm 以上である。 逆三角形の保安基準緩和表彰を表示するほか、緩和項目と制限事項を表示するように制限を、付された自動車においては、緩和事項を車体後面の緩和表彰の近接した見やすい場所、及び運転席に表示しなければならない。この際、横3 5ト、mm、ル縦6 0ト、mm、ル以上の大きさの文字を用いて表示するように定められている。また、 貨物自動車においては、最大積載量も同じ書式で記載するように定められている。ただし、車両寸法等の保安基準以外の事項の緩和等、緩和内容及び制限事項を表示する制限を付されていない、車両においてはこれらを表示しなくても良い。一般に、緩和表彰と呼ばれる、上の表示は、運行上の制限があることを意味する表示である。よって、 保安基準の緩和を受けた車両であっても、運行上の制限が付加されていない車両については、その表示をしなくてよい。車両寸法や重量等の緩和であれば制限が付加、されるのが通常であるが、それ以外の比較的軽微な緩和内容のみであれば、運行上の制限が付加されないことがある。反対に、保安基準の緩和を受けていなくとも、何らかの運行上の制限のある車両はその旨を、 表示をしなくてはならない。ぬかるみ等の危険な道路で主として運行する自動車や、整備不良者や不正改造者として、整備のための運行のみ認められた自動車などがある。ただし、そのような車両は稀であり、一般に、上の表示は、緩和表彰と呼ばれ、保安基準の緩和を受けた車両に重複するものとされている。保安基準の緩和を受ける車両のうち、 車両の構造等により一括緩和や除雪一括緩和と呼ばれる取り扱いを受ける場合がある。一括緩和の場合、自動車製作者などが所言を申請することにより、登録時に所有者及び使用者以外のものが保安基準緩和の認定を受けることができる。以下のような新型自動車等の登録時に対する緩和においては、 車両総重量の届け出値に対してプラスマイナス 400kg の範囲認定をされる。また主に除雪に使用する自動車であって以下のような構造が特殊な自動車においては運輸局長が工事することにより保安基準の緩和認定を受けたものとして取り扱う。これを除雪一括緩和という。要するに制作された自動車及び基準緩和の認定を受けた車両と同一であると認められる。 範囲内の車両においては全て一括して緩和を認めるということであり逆に言えば制作された車両の寸法等から著しく逸脱した車両においては個別に認定を受ける必要がある通行許可の取得の際に道路管理者へ申請書を提出し道路管理者による審査によって通行に必要な条件を提示の上許可が発行されるこの条件を 通行条件という。通行条件は、主に ABCD の4段階に分けられていて、さらに寸法と重量によっても条件が変わる。具体的には、D 条件は重量に対して適用される。D 条件は寸法に対しては適用されない。許可期間は、が許可される。主に総重量、軸重、隣接軸重、和重、全幅、全長、全高、設置圧。 最小回転半径などに該当。主に操縦量、軸重、隣接軸重、輪重、全幅、全長、設置圧、オーバーハングなどに該当。主に設置圧、全幅で該当。ブルドーザーにおいては、最大安定傾斜角度の緩和を受けている場合があり、また走行装置が、カタピラ等道路を損傷する恐れがあるため、運行速度は、 時速 5km 未満とするといった正し書きが後部に記載されている場合がある。なお、ブルドーザーや原動機付き自転車のうちのモペットなどの構造上平地での最高速度が 20km 毎時以下となる車両においては、尾灯や方向指示器の装備義務がないために、車両背面は非常にシンプルな要態となる。主に操縦量、軸重、隣接軸重、全幅、全長、 全校などに該当。全車、主に自動や地場に、使用の本拠を置くについては、島内線利用車、後車、高速道路等を走行しないについては、高速道路不走行車として、車検証及び、車両の見やすい位置に、ステッカー等による記載がなされる。なお、速度抑制装置を搭載したり、オーバードライブギアとなる、ギア弾を無効化したり、ファイナルギアのギア比を変更することで、 最高速度時速1 0 0トル以下となるような改造が定められている。主に座席、座席シートベルト等に該当。また車両によっては、ABS、乗車定員等に該当する場合もある。当該車両は、車両の前後面及び、運転席に高速道路を6 0毎時以下で運行する旨を記載し、6 0トル毎時を超える速度で作動する。 速度警報装置を備え、その警報が運転者及び旅客が確認できることと定められている。東京空港交通の運行するリムジンバスについては、路線バスとしながらも、起点終点間での乗降が少なく、降車設備等の設置を行わないために緩和措置が取られている。連接バスは全長、全幅も該当することもある。下路については、軸重も10トンを超える。 主に全幅、全長、軸重、オーバーハングに該当。なお、除雪一括緩和による緩和申請が可能。点滅等価の緩和。点滅等価は、制限区域内でのみ使用可能であり、制限区域内での車両の運用が終了した場合、即座に緩和申請の取り消しが必要。点滅等価の緩和。装備できる個数は、車体の上部の見やすい位置に2個以下。 点滅等価の緩和。装備できる個数は、車両の上部の見やすい位置に1個。ただし、二輪自動車及び、側車付け二輪自動車は誘導車として使用できない。ABS、または、被害軽減ブレーキの緩和。ABS においては運転者席において、当該装置の作動状態を確認できる、作動灯などの装置を備え、かつ、当該装置を、道路以外の場所でのみ使用する。 胸の表示が必要。ABS、衝突軽減ブレーキの緩和事項を車両前後面、及び運転席に表示することと定められている。保安基準の緩和による、基準緩和により、既存の軽自動車と同等の衝突安全基準を満たしているとみなして、ナンバープレートの交付を受けている。なお、超小型モビリティは、車両の前後に様の保安基準緩和表彰を掲示しなければならない。 主に全長、全幅、総重量、軸重、隣接軸重、和荷重、設置圧に該当。保安基準の緩和により既存の小型特殊自動車及び原動機付き自転車と同等の走行性能及び保安基準を満たしているとみなして、つくば市発行のロボットナンバープレートの交付を受けている。外装特起物規制に対する緩和。運用は片道に限る。 例えばメルセデス・ベンツ・ゼトロスが東日本大震災の際に緊急輸入され、供されたが、この車両は全幅が保安基準より0.05メートル、広い2.55メートルであるため、全幅の緩和を受けている。また、適合する排気ガス規制が欧州規制であるユーロ5であり、国内のポスト新長期規制に適合し、冬季閉鎖中の行動を走行するためのカタピラを、 有する二輪用体の大型特殊自動車などの特殊車両や改造により車両届け出時の使用処限から著しく変化の激しい車両など緩和事項が速度抑制装置 ABS 座席座席シートベルト乗車定員等の車両は車両前後面及び運転席道路運送車両法施行規則第54条第19号様式による 標識道路運送車両法第43条、道路運送車両法第54条を基準の制限などにより、上限値または下限値が定められているものにおいては、当該の数値を限度とする。車両総重量50トン以上の非牽引自動車を牽引するものを除く。ありがとうございます。